5月を迎え県庁では軽装で省エネに取り組むクールビズが始まりました今朝の広島市は4月上旬並みの肌寒い朝となりましたが県庁ではノーネクタイや半袖のポロシャツなどカジュアルで軽装の職員が目立ちましたクールビズは夏場の冷房による電力の省エネが目的で 県庁では冷房の温度を二十八度に設定します。ネクタイしてるとき動きやすいと言いますか、ちょっと気持ちは軽い感じがします。環境にもいいということで、自分も前向きな気持ちになれると思います。寒くて逆にあの厚着をしなければならないのは逆の話になりますので、まあこういったところをなくしてですね、気温暖化防止にですね、えー、貢献できればと思っております。県庁のクールビズは十月末までです。